さて、今日もおうち着物を楽しもうと、どんなコーディネートになるかな。みなさんこんにちは、チャンキーです。今回は毎日おうち着物コーデチャレンジ Day 3です。さあ、前回に引き続き今回もこの帯を使ってコーデしてみたいなって思います。前回はこの反対側の面、ピンクの面を使ってコーディネート動画を上げたんですけども、今回はこのブラックの面を使って、それに合うお着物を選び出してコーディネートしたいなっていう風に思っています。で、このブラックの面はお召し着物を溶いたものを使って作りました。で、この両面使える中や帯、へこ帯なんて言ったらいいんだろう、長さはだいたい4メートル近く、正確に言うと3メートル80とか90ぐらいかな、そのくらいの長さに仕上がったんです。で、お着物のどの部分を使ったかっていうと、このお袖の部分と、あとこのね、身頃の部分半分を使ったって感じです。ちょうど着物を折衷紙で真っ二つに割って片方を使ったって感じです。そうするとこれができる、ちょうどいい長さの帯に仕立てられるってことですね。だから2着着物を解いて、こう両面使える帯が2個作れるって感じなんですよね。だからなんかお着物好きのお友達とかに帯をプレゼントしたりしても、お揃いで使えて楽しいのかななんて思ったりしました。あとは1着だけだったら半幅帯だったらできますよね。なんか両面同じ生地にはするとなんかちょっと楽しみ減っちゃうから、片方を使って半幅帯にするとか、そういうこともできる。で、前回の動画でもお話ししたんですけど、なんか自分で帯を作ると何がいいかっていうと、やっぱこうマイサイズに仕立てられるところがいいなって思っていて、例えば私だと身長が153センチですごい小柄なんですよ。だからよく市販で売られてる半幅帯とかの17センチとかっていう幅が意外とちょっとバランス悪くなっちゃうんですね。私にとっては15センチぐらいの幅の帯が一番ちょうど良かったりするんですよ。なのでこういうの作る時もだいたい30センチぐらいの幅で作って、ちょうど半分に折って15センチくらいになるように作れる、そういう風に調節できるところがやっぱハンドメイドのいいところかなって思ったりして、しかも自分の好みのものができちゃうわけじゃないですか。だからもう本当にこれすごい宝物ですよ、私にとって。本当にこのお着物を捨てずに、こういう風にアップサイクル、またいらないものを使えるものに作り直す、またこう価値あるものに再生利用するっていうのをアップサイクルするっていう風に言うんですけど、そんな風にまたお着物を蘇らせることができて、すごく嬉しいなって思ってるんです。なんか自己満足なんですけど、なんか嬉しいんです。すごく気持ちがいいんですよね、そういうのって。はい、そんな感じで今日はこの帯に合うお着物をまたいつもの段ボール箱から探してみたいと思います。よいしょ、ルルルルルル、じゃじゃん、よーし。今回も前回同様、これに合ったお着物を探したいので、目隠しじゃなくってちゃんとこう目視でこれかっていうのを抜き出します。楽しい。ちなみにこの中に今何着お着物が入ってるかっていうと、17着まだ入ってますよ。で、今日1着着るから、あとじゃあ16回はコーディネート動画が上げれるってことですね。こういうのとかはどうかな。結構これどうしよう、何合わせようって初めて見た時思った着物なんですけど、こういう島とかも合うかな。なんか違う、なんか違うか。ちょっととりあえず出してみるか。あとはこういうのもどう？
まあさ、黒だからさ、何でも合わせやすそうではあるじゃないですか。これもいけそう。そんな感じかな。これもすごい可愛いなって思ったんです。まあそんなとこかな。さ、お茶でも飲みながら。大好きなお着物を眺めながらお茶をすするってたまらんですね。たまらんです。幸せな時間でございます。じゃあそんな感じで合わせていってみたいと思います。まずじゃあこれから置いてってみようかな。まずこの感じですね。なんだろう、これ不思議な柄だな。ちょっとボタニカルな感じ。でもなんか色もいっぱい入ってて、結構何合わせたらいいんだろう。これにこう来るとこれじゃない気がするな。しましまの帯にしましま柄、縦縞に横縞を持ってくるんだ。これは違う。じゃあこれはどうでしょうか。モダンにモダンを合わせるみたいな。なんか違うな、なんか違う。これは絶対合ってるって分かってる。ほら、かわいいもん。これ絶対かわいい。これ鉄板。これもまたなんかこう不思議な、すごい古典柄の面線。なんかこう古典な感じにモダンを持ってきてるっていう。でもやっぱこっちの方が絶対かわいいけど、なんかこれ気になる。見てらっしゃる皆さんはどっちがいいですかね。じゃあちょっと今、羽織ってみて、なんとなくその雰囲気を感じてみようと思います。そうしよう。それがいいよ。あ、これなんかもう絶対可愛いもん。ほら、これは間違いないですよね。可愛いの好き。これにこうか。どうなん？色は合ってるけど納得できないけど気になって仕方ないみたいな。迷宮入りしそう。 OK。 さっきのやつの方が絶対可愛くてバッチリだったけど、これとこれの組み合わせが気になって仕方ないから、これちょっと完成させてみようかなと思います。着物たちが言ってきてんだと思うんですよ。この組み合わせでお願いやって、頑張ってみてって挑戦状を叩きつけられてる気がしてならないので、どうなるか変身後楽しみにちょっと見てくださいね。この謎のコーディネートを完成させてみせるぜ。それでは変身、じゃん、変身してきました。ふう、難しかったです。いかがでしょうか。お着物の柄がこれ結構古典的だなって思ったので、もう全体的にもう本当古典的な感じにまとめようって思ったんですよ。なんで、まあ、ちょっと帯はモダンではあるけれど、まあ、色合いも合ってたし、なんかそんなにこう色もガチャガチャさせずにこの辺グリーンでまとめたんですね。根付けなんかもつけちゃったりとかして、なんかより古典風に見えるかななんて思って。で、入りはレースの入りを合わせてみました。これですね。そう、なんかもう全体的に清楚な感じ、神社とかお寺とか行くのに似合いそうなコーディネートに仕上げたいなって思って、ザ・お着物って感じの仕上がりにしようっていうのを意識して組んでみたんですね。で、帯結びも、まあ、ちょっとしましまって難しいんですね。バランスがバレるから銀座結びにしてみました。ちょっともうちょっと綺麗にできたらよかったけど、まあ、ちょっとそれはおうち着物だからいいとして、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。すっごい難しかった。なんかどうしたらいいか分かんなかった。だけどまあ結構まあまあそれなりにまとまったかなって思います。なんかやっぱこう自分じゃ絶対選ばないようなお着物だったから、どうしようって思ったんですよね。ね、こういうの着たことなかったし、だけどすごい面白かったです。
こういう感じになるんだみたいな、これはこれですごいありだなって、お寺とか神社とかすごい似合いそうだし、なんか京都とかこういう感じで歩いてたらすごいそれっぽいなっていう感じに仕上がったんじゃないかなって思ってて、このコーディネートを考えるのに成長させてもらえた気がする。できたからよかった、すっきりした。おうち着物毎日コーディネートチャレンジデイ3、苦戦しました、でも頑張りました、やりました、よくやった自分って褒めてあげたい。これからも段ボールの中からやっぱこう苦手なお着物とかも出てくると思うので、まあこれを機にちょっと気合い入れ直して頑張りたいと思います。いろいろチャレンジしていこうって思います。それではそれでは、今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン押してもらえるととっても嬉しいです。励みになります。あと動画へのリクエストや感想、コメントなどぜひ気軽に書き込んでください。あとチャンキーロマンチカのインスタグラムやツイッターなどでは、こんな風にお着物コーディネートの写真を日々アップしていますので、よかったらフォローして見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。